僕今日で3回目のセミナーの、まあ、もうかなり やりまくってますやりまくってますもうわけわからんところまでやってますで、この先週自分の足がですね捻挫したんです。パンパンに腫れて足つけなかったんですけど、すぐ治りました。不思議ですよね。どう思う？ねえ、もうスーッと腫れが引いて、もう正座はできるわ、走れるわ、なるんです。不思議ですよね。それビデオ撮るからなんかしてほしいですよね。あーって思って、あもうそうすぐ良くなると思ってないからやってみたらどうなるかなと思ってやったらそうなったら、あービデオ撮るともう間に合わないですよね。でもすごいやってるんですけど、結局お客さん自身が良くならないと思い込んでいる人もたくさんあったり、あと病院が大好きな人もあったりするので、やっぱそういう方って結果出ても結局すぐ病院に行くので、まだ悪い状態になってくるっていうのと、あとは良くなったことはみんな忘れるので、どうでしたか？はって言われることもあるので、結構ショック受けることが多いんですよね。だから良くなったっていうその時にも思ったらそれで OK やと思わないと、まあまあショックを受けるんで、逆流性食道炎とかも、もうずっと何年も薬飲んでいろんな薬変えて困ったのに、それがもうすっかり良くなって、もう飲まなくても大丈夫で、病院行ってもどうしたって言われるぐらいもう回復されたりとか、あと高血圧の方とかでももう飲まなくちゃったりとか、もう本当にね、なんか分からんけど、どんどん良くなる方はどんどん良くなるし、病院大好きな人はどんどん悪くなるし。群馬から来ました横山です。よろしくお願いします。別にチーズクリームほどでもなくて。すみません。はい。そうそう。利用しは今日それだけですね。はい。はい、私も。前回10月に受けさせてもらって、で何度かお客様にやった、はい、やりました。どうでした？よっしゃーって感じです。できる時とできない時があるんですけど、 できるでしょ。はい、できます。ただ自分でこれはダメなんですよ。お客様の手を使ってやるんだったら分かるんですけど、自分でするのはちょっとまあ感覚的にちょっと、できない、まだ、まあそれはすぐできますよ。なんですけど、 どういうのを結果出しました？基本は歯並びの人が、歯並びじゃないや歯の噛み合わせ、噛み合わせの人は結構、100% ぐらい噛み合わせのある人、あとはたまたま松尾さんついてきた人がいて、そしたらなんかちょっとトラックから落ちて、右の方がちょっと内身で今痛くてダメだって言うので、その人をしたら右足の痛みがなくなった。びっくりしたでしょ？びっくりしました。まあ自分でもびっくりしましたけどね。髪の毛をカットしたりハーブティーを飲んだり、あんな方法でよくなるんです。なんでよくなるのか、それは病気症状は医療技術で治るという、そういう種類じゃないということですよ。もっと言えば日常的といいますかね、もっと普通ですよ。そんな中に原因があるし、良くなるチャンスもそういうところにあるんですよ。特別にあるわけじゃないです。特別に薬を作って、科学的に作って科学的な検査をして、そしてそれを調べた結果を科学的に処置することで良くなるというもんではないということですよ。それが私の YouTube 見れば分かるように、あんな方法で良くなってるわけですから。まあ、村上さんが、一度私の講義を受けて、それからずっと自分の病院でそれをやってボンボンを良くしてるわけですから、別に医療技術を使ってるわけでもないわけですから、皆さんと同じように講義を参加して、そしてすぐそれを使ってもう結果を出しているという、そうしてもいるわけですから、皆さんたちもヘアカットで良くする
ていうのもあります。これからそういう勉強していくわけですけども、1回カットすると1ヶ月持つ、実際これからもっともっと数やっていくとそれがどう変化するかは分からないです。中には、そんな1ヶ月持たない人も出てくるだろうし、逆に長く持つ人も出てくるしということは絶対起こると思いますよ。そんな中で今度は美容室の中で今度は その人たちに今度教えるんですよ。みんなにカット技術を教えるじゃないです。そのカット技術をやる前に毒脳で毒をどうしたらいいか、病気の原因はその病気症状ってどんなもんか私は指導していきますから、それを皆さんも教えて、そして自分たちで良くしてほしい、その方法を指導しますということで、その美容をやってカットセラピーをするけども、またある時期から指導です。その指導するの材料はハーブティーですよ。ハーブティーで自分の悪いところを自分で選ぶんです。自分で選んでそれを飲むことで良くなる、悪くなればまた飲めば良くなるっていう、そういう考え方、その技術を指導する。でそれは教室は有料ですよ。有料で教えるんです。ヘアカットでそれは今回勉強してきたものはそれでまた料金取れるけども、それ以外に今度はそういう技術を教えるということでハーブティー教室です。自分でやると絶対良くならないとっていう考えでやりますから良くなるんですよ。だから人の役に立つことをしたい。